はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとカスタマイズ見てみたところ、まあ前回のキャラしかいないんで、次は内部に入ったやつらかな。特にここでは設定ができないので、もうこのまま先に進みましょう。おー、内部キャラだ。ここがクイーンゼノビアの中央ホールだ。これ左上にあるの宝箱じゃね。わあ、綺麗なホールですね。まさに豪華客船って感じです。和んでいる場合じゃない。奥ではバイオ兵器が作られているんだからな。綺麗なバラにはトゲがあるっていうね。ここから操舵室を目指しましょう。まずは、待て、あれはなんだ。どれ、なんだこりゃ。何かの装置か。周りにもいくつかあるが、空気清浄機とかかな。あんな置き方しないんじゃないかな。クリスさん、あれは何ですか。いや、わからん。以前はあんなものはなかった。どこかで見たような気がするのよね。事件ファイルで。何だったかしら。事件ってことは危ないものなんじゃ。ふん、コスモスあたりに分析されればよかろう。浦島博士もいる。専門家だろ。ちょっと何、急にいやらしい。もしかして頼りにされるの慣れてない人。ではコスモスさんに頼りたいと思います。コスモスさん、いかがでしょうか。はい、敵襲です。敵？何？おお、BOW がこんなところにまで。謎の装置といい、この場所に BOW が現れたことといい、前とは違うわね。あの装置と何か関係が。ってあれ、なんかいる。こいつは何のキャラだ。む、誰かいるぞ。あれってアクセル。どうして彼があんなところに。彼氏、ああいうのが趣味なの。金髪でムキムキが好みなんて意外。違うわよ、同じ警察仲間。あれ、警察官なの。ずいぶんラフな格好だね。確かに。ラフすぎだろ。彼はアクセルストーン、特殊捜査課の刑事よ。チームは違うけどシャドルを追う仲間よ。アクセルは兵器部門の SIN を内定していたはず。その彼がここにいるってことは、やつはここを突き止めたというわけか。そのあたりきめ細かくインタビューしたいと思います。アクセル、敵を片付けてそっちに行くわ。てんてんてん、怪しい。アクセルさん、無口な人なのね。え、おかしいわね。そんな性格じゃなかったはずだけど。また出てきた。く、マリオットか。誰か来た。って、同じ人？そっくりさん？ドッペルゲンガーじゃねえのか。民間人？いや、なんだ。変な服の奴らがうようよしてやがる。こっちのアクセルさんは口が悪いよ。ちょっとアクセル？これはどうなっているの？説明して。チュンリー、インターポールのチュンリーかよ。どこから入ってきたんだ。他の連中は何だ。それは複雑だから後で話すわ。周りの人たちはいい人たちよ。適当だな。どうしたことでしょう。何やらモヤモヤしたコメントが飛び出しました。説明はしづらいわよね。三島の一家もいたりするし。どういう意味だ。三島、チュンリー、とうとう逮捕したのか。ああ、また話がややこしい方向に。アクセルさん、先ほどの間に合ったというのは。そうだ、この爆弾のことだ。まだスイッチは入っていないようだな。爆弾？こいつは、楽神爆弾だ。楽神？少し前に見つかった原子か。その通りだ、原子番号122、崩壊の際に放射能を出す。なんだと？つまりその爆弾は。ああ、そういうことだ。これが本物だとしたら一個でも大変なことになる。そんなものがなんで無造作に置かれているんですか。アクセル、喋った。あいつが置いたの？っていうか、どうしてアクセルさんとそっくりなの。意味不明。奴は人間じゃない、アンドロイドだ。よう、久しぶりだな、ブレイク。名前まであるのか。どうして同じ姿なんでしょう。よく見るとちょっと色が違うし、マネマネ師匠？昔、シンジケートの奴らが俺に罪を着せるために作ったのさ。このラクシンもそいつらが使ったものだ。俺と仲間で組織は壊滅させたんだが。その技術がシャドルの手に落ちたか。
おお、空間転移してきた。骸骨みたいなロボットを呼んだ。それに何かしようとしてる。爆弾のスイッチが入った。何？爆弾のスイッチを。どうやらシャドルがこの船を爆破、いや完全に消し去るつもりのようだな。なんてこった、爆弾が全て連動しているとしたらあと10分。なぜわかる、あと10分って。解除する方法はないのですか、アクセル。止めるのは難しくない、こうするんだ。ぶっ壊すのかよ普通に。ちょっとそんな乱暴に大丈夫なんですか。多少荒っぽくても吹っ飛ぶよりはマシだ、やろうぜ。あ、手分けして解除しよう。奥にあるやつを見逃さないようにしてくれ。専門家の博士に見てほしいところだが仕方ない、下がっていてくれ。了解よ、爆発は勘弁してね、本当に。お、なんか合流した。10ラウンドの味方ターン終了までに全ての落心爆弾を Y で破壊する。ほんほん、行くぜ、あと10分だ。まあこれでいいでしょう。6個の爆弾を探し味方ユニットを隣接させて解除しよう。6個もあんの。じゃあちょっと爆弾のありかを見ましょう。この左から行くか。はい、ここに1個、ここに2個。これはちょっとあれだな、向きを変えないと隠れちゃうな。でこれ宝箱でしょ。でここで3個目、あと右側4個目、この後ろとかあるね。5個目、6個目。ってことは宝箱もちょっと取りたいからな。三島はちょっとこっちの方に行くだろう。でこいつはこっちを解除して、チュンリー機動力があるから宝箱を開けつつ、左の爆弾を解除で、ロックマンはこっち。いやどうすかな、いいか。このボスが結構22,500かパワーありそうだな。了解。生き残るために。よし、ブロックはないな。そんなに強くはないな、この敵。2発で倒せる。爆薬はまだあるわ。次よ。で、コスモスは右上の爆弾を解除するか。よし、これでいいはず。あれ？てかさっきのアクセルどこ行った？アクセルいなくね？どっかのチームに入ったのかな？おお、三島を狙ってきたか。反撃できないところ。射程が3あるのか。射程 3？ 射程4くらいある。耐えられたか。何？こいつはちょっとパワーある。もしや。倒せるか。160。24。残ったー。ほっとこう、こいつは。なんつってる？終わりだ。終わりだ。あいつは動いてこないな。頑張っちゃう。どうする？先に爆弾を解除しとくか。戦いか。次のターンで結構いけるな。やっぱり移動力が少ないやつはちょっと厳しいな。コスモス。コスモス4マスか。了解。こいつも4マスだからな。チュンリーがね、移動力6なはずなんですよ。うわー遠い。しかも SP 攻撃をしてくる。反撃不能だ。倒せるときに倒す。倒す。倒します。よし、クリティカル攻撃。いいねー。どうする？技使おう。
そこで甘美な安心の中、私は負けられない。ルックス 5% 10レベル。ピオルン、あ、そっか、10レベルはなんか覚えるんだ。スキルをなんか増えるんだっけ。終わりだ、アクセル、なんつってる。行くわよ。もう一旦かかるか、解除までに。分かったわ。できれば横の方から行きたいけどな。こいつの弱点、あ、ブロック持ちだ。ちょっと厄介だな。ここら辺か。おお、いいね。やっぱクリティカルが出ると結構違うからな、与えるダメージに。いけ。破壊した。まずは一つ目、残りは5個ということか。残り5個です。まあ数くらいは数えられます、俺でも。大丈夫だ。よし、これで、よし、向けない、こっちに。よし、2個目を抑えたぞ。あと4個か。面倒な話だ。確かに。あのゾンビくんをこいつで倒そう。やってみるわ。コスモスは上に。ブロックを解除してもらおう。OKOK。任せちゃってください。いいね。なんだ、変なマッチョがいる。あくまでも三島を狙ってくるか。すげえな、 1,2,3,4 か射程。開始。おお、攻撃できないやつを着々と狙ってくるね。ちょっと次リンゴでも食って回復させようかな。よいしょと。あれ、砕けて。3個目完璧に停止しました。物陰の爆弾に激しく注意です。これで半分か。でもこの調子でいけば時間内に処理できそうだ。いや、そういうこと言うと絶対敵が出てくるから。接近中の動体反応感知、ほらX ね、余計なことを言いやがって。ふん、そう簡単にはいかんか。おお、ネメシスだっけ。うわ、怖い、怖いよ、なるほどくん。もしかしてゾンビなのか。いや、ゾンビってのはもっとひょろっちいだろ。こんな肉体派のやつは見たことないぜ。ネメシス T 型。それにタイラントタイプも。BSAA の姉さんが知っているってことは、こいつもバイオ兵器か。追跡者と呼ばれる古いタイプの BOW だが強いぞ。前も苦しめられた。新旧のバイオ兵器にシンジゲートの遺産。まるでベガのおもちゃ箱ね、ここは。爆弾はまだ3個残っている。こんな連中に邪魔させるわけにはいかん。おっと、出てきたバレッタ。どんな連中に邪魔されるわけにはいかないのかな。キャワは出た。なんだ、小さい女の子が。なるほどさんたちはどうして驚いているのでしょうか。赤ずきんさん、一言どうぞ。わ、インタビューなんて初めてよ。私はね、そいつらをきちっと片付けるために来たのさ。何急に。その女はシャドルに雇われた殺し屋だ。三島平八とその弁護士を狙っている。まったく仕事熱心な小娘よ。わしらを爆弾で吹き飛ばすのではなかったのか。そんなのいやん、直接やらなきゃ安心できないから。そんなに可愛く言われても逆に恐ろしいです。それに私が脱出方法を考えてないわけねえだろ。ほら、直接やられちゃってもダメ、爆弾が爆発しちゃってもダメ。どうするのこれ。やるべきことは一つ、一直線に進むだけだ。爆弾はあと3つ止めるぞ。だからお前はどこにいる。死闘へのレクイエム第11話。残り3個です。あの宝箱を開けよう。こいつはちょっともう向かおう。そうするとどうしようかな。ネメシスに近いな、こいつ。まずこいつを倒そう。タイラント、あまり調子。セロブラスハン、アジスタント、当たり。セイバー
これはね、クリティカルのタイミングね、かなり覚えたな。倒せないけど、こいつらはやりやすい攻撃が。あ、いてててなんか崩しいみたいなの食らった。で、ハセオくんとカイトくんはちょっとこいつらをぶん殴ろう。今回ここら辺、ちょっと遅かったかな。早めだな。早すぎた今度は。経験値の割り振りはどうなってんだ。経験値の割り振りとか。よーし。ここで攻撃をしとこう。お兄ちゃんのブロック持ちか。先生に任せちゃってください。シャインセイバー。ホーンテッドセンチャー。ベンチの。ボディーを確保。シャインセイバー。もう誰も傷つけさせない。やった。斬撃からバックマン。止まりなさい。はっ。やっ。ここだ。おお、いいね。オーケーオーケー。痛みは私4ターン目か。おいおいおい、こいつも射程長いな。反撃しようこいつは。すぐに甘いわね。トン、こいつのタイミングがつかめないな。ここら辺か。あれ、ちょっとヒットポイントやばくね。409レベルか。おお、来るね。どうしよう、これは完全防御しとこう。串刺し。完全にやばいだろ。防御、反撃はできない。射程が長い。こちらの損害は少ない。いくぜ。おお、失敗した。ここら辺か。いいね。この勝利の意味はどこにあるのか。そうか、こいつも来るのか。大丈夫か。9821あれば。おお、こいつを倒したら、こいつも下に向かおう。ちょっと残りそうだな。まあしょうがない。失敗しました。開始。あと6分。こいつを倒せるか。ちょっとチュンリュー、マジで了解。ちょっとアイテム使おう。アップルグミで回復させて、こいつも回復、こいつも回復、こいつも回復と。こいつ何もしてねえのに減ってんな。でレッツゴー。カイトはちょっとこいつをぶっ殺す。もう適当にやっても倒せんなこいつは。 OK。 さすがドットハッカーズの。任せてください。で、 X はちょっと交代しながら行こう。でこいつはここで破壊して OK。 でこいつをぶん殴ると。この場は素手で BOW に立ち向かう男たち。いやーようやく8レベル。マジですかい。狙ってくるねー。115% あるから完全防御しよう。
こいつはよく串刺しのターゲットになるな。無駄なのだよ無駄。反撃できない。 SP がやっぱ減らされてる方か。毒になった。これでちょっとずつ削っていくしかないな。あれ、ここにもいた。とりあえずこれ開けて、スパイオスラックス行動開始。ちょっとスキルってなんだ。あ、これか。SP が回復するやつを使おう。全体変な紅茶、これ使っちゃおう。 10% ずつで、コスモスはちょっとこっちの方の爆弾処理に行かないといけないから。で、赤ずきんちゃんどうしようかな。先にぶっ倒しとくか。やっぱりそうするとドットハッカーがここにいるから。ダメだな、ちょっとこいつが邪魔だな。狙うか。で、やっぱりブロック持ちだから。ここだ。いいね。よし、こいつはちょっと攻撃でなんとかできそうだ。10レベル、スキルスロットが増えた。毒った。あれ、こいつも毒だっけ。状態異常、あ、結構あるな。こっから狙えねえし。まあ正面だけどいいか。ああ、間違えた、こっちになってしまった。で、三島を戻したいか。アップレグミカイト発生がやっぱりやばいな。だと全体のリンゴ1個食うか。 OK。防御、こいつは 115% か。ちょっとまた完全防御だな。カット。仕事だぜ。防御だな。そうすると行動する。あと4分、倒せるか、このハチマキ君を。すげえ不安だな。分かったわ。横から狙おう。やるべきことをや、ブロックはないな。甘いわね。やクリティカルは出せなかったか。ここら辺か。 OK。くらえ。必殺技を2回叩き込めば倒せんな。踏み込むぞ。クリス、フォローするわ。容赦はしない。くらえ。終わっていないわ。人間のくせに油断しないで。やるな。てことは、まあ、やっぱりちょっとこいつをまずいけるか。危ね危ね。普通の攻撃で倒す必要がある。これで決める。ヒット数を稼ぐとするか。10割スタート。とどめだ。ここだ。あー、ちょっと遅かったかな今のは。ここだ。全然ダメだ。
ただドットハッカーズの手にかかれば貴様など連携攻撃で撃破する。緊急リポートです。ショットガンアイスレイズプレッシャー一層バグヘオシライドビーン美味しい大スクープいただきです。キューピニッシュ安作ろう。よし、しばらく見ない間になんか強い仲間が増えてる。もうプンプンなんだから。じゃあもう諦めてくれませんかね。そうそう、それで全部平和に収まるし。ふそんなわけねえだろ、このギザギザとイカレ頭が。やっぱりまだまだ続くね、こりゃ。早くせんと貴様の依頼主を叩きのめすぞ。はははち、そろそろ次の手を考えるか。というわけでまたお会いしましょうね。てかさ、暗殺失敗してさ、あいつギャラもらえなくね。まず宝箱開けよう。スパイ用ジャケット、あれ、アイテムを開けたら爆弾が解除できた。ターゲット行動予測24なんて。これ攻撃すれば、あルックス 5% 低下。ルックス 5% 低下ってどういうこと？汚れたってこと。つまりチュンリー動かしてなかったな。まあいいや。なんだ、何を使った、攻撃か。ロケラン、うおー、 X と0がやばい。死ぬ恐れすらある。破壊する。反撃しよう。少しでもダメージを稼ぐ。応戦行動を開始するわ。ナイフ解除するわ。やっ、とどめだ。ナイフだ。甘いわね。車輪脚とどめだ。100% にはたまらないな。クリス、がっかりしないで。ん？あと3分、このターンで倒して、で多分倒すとこれいけないよね。だっていけないもんね、こいつ邪魔でして。このターンで倒すだろう、まず確実に。で次爆破を解除すればなんとかなる。結構ギリギリだったな。これ普通の攻撃で敵を倒したい。オッケー、必殺技は残しとこう。終わったか。危ねえ。ギギギ、おお、爆発した。死んだか。今の世の中アンドロイドは珍しくないが、自分にそっくりっていうのは嫌な気分だぜ。ドッペルケンガーを殺すと自分も死ぬらしいけどな。シンジゲートの遺産が残っていることが分かったんだ。簡単に死ぬわけにはいかねえよ。まあ、なかなか熱いキャラではありそうだな。チュンリー、うん、いけない。まずネメシスを先に殺したいけど X がやばいんだよな。70% 回復、レモングミを使うか。で XP がまだ残ってんな。まずこいつをぶん殴ろう。とりあえずブロック持ちか。俺が鉄拳王の実力じゃ。とどめじゃ。強襲か。帯上段蹴り。ちょっとしか削れないか。いて。最後に回復させよう。こっから行けば。両方いけるな。連携攻撃で撃破する。ショットガンアイス。レイズ。ヤクホー。大人撃。ヤバストライク。みんな行くわよ。アレプゴー。アルタードビースト。レーザービーム。ワイドビーム。おにぎりおいしい。こっち結構上がっちゃうかな上に。キュー。ビリビリします。トヤ。一層やし。雨返し。もう少し早めか。ここら辺。早すぎんな。あー、やっぱスレスレでやると多分クリティカル出そうだな、これ。これで
ましょう。下の雑魚を倒して XP を稼ごう。524だからな。まあ少しは稼げんだろう。 10% くらい10レベル。よし、スキルストット。あ、敵が死ぬと EP めっちゃ増えるんだな。防御と、防御するしかないよな。あ、しまったしまったしまった、回復するのを忘れていた。防御でいいや。え、大丈夫だよね。うお、結構食らう。あ、一発一発は強いけど、ヒット数がそんなにないから。よし、チュンリー。足りないところは3900。それじゃまたね、サイゼ。74%。大丈夫よ。あれ、爆弾ちょっと破壊して大丈夫？ちょっとネメシスを先に倒そう。なんか爆弾破壊して終わってもなんかちょっとな、経験値のあれがあるんで。その隙逃しはしない。打ち砕く。お、早いね。しまった、全然タイミング悪い。よし、100%溜まった。これは最後誰で倒すかな。できれば三島一家で倒したいけど、これでどれだけ減らせられるかだな。こいつは俺が決める。突撃リポートします。アレックスキット、セブンメイショット、ブロッケン、ラッシュタイプ。めっちゃ行くからなこれ。チャンネルはそのまま。キュー、ビリビリします。レッシュアレッシュコラッシュ、これのねタイミングが全然つかめない。よし、これは倒せんな。次もうコスモスはほっとこう。しかも後ろだよねこれ。背後から狙う格闘家なんて卑怯な。普通の攻撃だけで倒すかな。 OK OK。 よし、9レベル。うおー、逃げてったか。爆発しない。ふう、いい加減に縁を切りたいものね。今回も最後まで付き合うさ。ライバル出現で興奮冷めやまる感じでしょうか。むやみに盛り上がってきた感じがします。うらら、冗談じゃないわ。若い頃のことを思い出すし、いいことなんてないわよ。バイオ兵器の量産を阻止するためにも、この船は爆破するべきかもしれんな。私たちごとを吹き飛ばさないなら、それもありな気もするけど。よし、じゃあちょっと爆弾最後解除しましょう。行くわよ。ほいっと。すべての落心爆弾の停止を確認しました。よかった、爆弾処理なんて六方全書に載ってないもんな。気を抜くのは早いぜ。弁護士先生、まだ終わっちゃいない。その通りだ、安全を確保できるまではな。なんだかんだで全員倒さないとダメなのね。行くにゃ。じゃあ、あと1匹雑魚敵が残ってるんで反撃でサクッ。おーい、死んだ、殺された。マジか、こんなところで戦死者が出るとは。悲しすぎる。貴様ら、わしに続け。ケリックだ。プレッシュ、ぶちのめしてくれるわ。よーし、生き返った。さっき真っ白になって死んでたのに。もう安全よ、爆弾は信管を抜いておいたから。お疲れ様です、博士。ひとまずは安心ね。このまま操舵室に行きたいところだけど、船の状況はどうなっているんだ。それについては変化があったようです。金の鎖の反応が消えています。船の航行も開始したようです。港湾にあった信羅の人たちが何かしたのかな。かもな、おっと噂をすれば。
合流か。みんな大丈夫だったか。あ、無事だったみたいね。金の鎖が消えたってコスモスが言ってたけど、ベガが何をしたのか知らないけど、キラキラと目の前で消えてしまったのよ。ベガがこの船にいたのか。残念ながら取り逃がしちまったがな。そのベガがこの船は用済みだなどと言っていたが、こっちは大丈夫だったかい。落心爆弾はそういうことだったのか。危なかったな。こっちはこっちで爆弾処理しとったんかいな。なんや、わしもやりたかったの。物好きなヤクザじゃ、まとめてドカンじゃかなわんぞ。解除は無事に成功したので。ってあなたどなたです。イングリッド。あなたはイングリッドじゃないの。お、空を咲く華麗なる舞、チュンリーか。まだまだ頑張っておるようじゃの。なんかどっかで聞いたような怪しい喋りだけど、チュンリーさん知ってるの。捜査中に時々見かけた程度だけどね。あの頃と同じ姿だけど、あなたいくつなの。女に年を聞くとは、女同士とはいえあまり感心せんな。ベガに何か盗まれたらしいんだ、俺と同じさ。え、それを追いかけてきたの。ベガにいろいろと取られたやつは多いってことだ。完全に盗っ人だな。八極拳の結城明か。お前もベガを追ってきたのか。俺はただの付き合いだ、ジン。デュランダにこだわる忍者のな。てんてんてん。貴様、葉隠れの影丸か。こんなところまでご苦労なことよ。そっちも最後の戦いを始めそうな若いのが加わっておるの。何者じゃ。俺は潜入捜査をしていた刑事だ。チュンリーたちと一緒に派手に暴れちまったけどな。どうしてこう次々と増えるんだ。レイジ君、これも運命よ、あなたの。さてどうするの、これから。当初の予定通り操舵室に行こう。船は動き出している。浦島、何かわかるか。操船はできないよね、まったく。どこかに引っ張られているような感じよ。引っ張られている？どういうことだ。船の動力は停止したままずっと。でも漂流しているわけではないのよね。それマジ幽霊船じゃない。黙って乗ってるしかないってこと。通信は生きているのか。死んでるのよね。通信機器はそもそも電波も届いていないようだし。確かに携帯も圏外だ。だからなんでさ、携帯会社どこ使ってんだみんな。スペース通信機もまるっきり反応なしです。果たして我々はどうなってしまうのでしょうか。正解は CM の後。え、これが CM なの。じゃあちょっとセーブをして、新しいやつだ。そう、イングリッド。あれ、イングリッドは前見た。あの、ハチマキ君。アクセルストーンだ。ベアナックルシリーズ。あー、全然わからん。という感じか。あ、みゆき。あ、こいつはオーダインか。そっか、ダンバインがなんとかとか言ってたな。というところで、じゃあ仲間がだいぶ増えてきましたね。またちょっと編成を考えないといけないので、第11話これで終了したいと思います。